ストパスオンで売り上げ第1位桜井直子主任です。いくらだろう。626万8000円。ありがとうございます。プラチナ入って初めて、まあ、ナンバー外押すとやめようかなみたいな、俺センスなかったんだなと思ったっすもんね。ぐらいナンバーファイブから落ちてないので、まあまあ順当にあの高い水準で保ててるんで、はい、まあより高いところを目指さないとはいけないけども。今日は何か予定ある？給料日。いや給料日はもう帰ります。チョキ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 。危ない。俺がブラザーだろ。寝るしたい。これが全員分の給料。そうですね、これが全員分ですね。やっぱ分厚さが全然。そうですね、やっぱりキャストによって全然違いますね。これ全部でおいくらぐらい？4,000〜5,000万ぐらい。結構さらっと言いますね。まあ、皆さん、もうみんなが頑張ってくれてるおかげで。座ってみんな。で、座りました。はい、はい、では10月15日、テレビで始めます。お疲れ様です。では先月のナンバーテンの方から、順番に呼んでいきますので。ナンバーテン、ネルシリン。プラチナ本店、歴史10年あります。で、20歳の子がナンバーワンっていうことが、まあ、10年の中で初めてです。ホストの醍醐味って何だろうって考えた時に、年齢に関係なく、年功序列もなく、結婚した人間が上に登れるっていうのが一番の醍醐味だと思います。あと単純に年齢に関係ないっていうことは、
このレベルの高いプラチナ本店でナンバーワンなんですよ、2ヶ月連続で。ってことは努力っていうものがすごく話されたタイプなんですよ。ちょっと熱くなりすぎて長くなっちゃったんですけど、過去一番長い間違いなくなんですけど、でもエレンさん、マクドさん、はい、ルシア、はい、ハルト、アイシアにいないですね、ナオト、おい、サイヨウさん、クズさん、痩せてんなー、お疲れ様でした、やばいいくらだろう。626万8000円。ありがとうございます、はい、こういう風なのをもらってもう本当に女の子に感謝してますね。本当にこの給料もらえるって、まあ、ホストドリームというか夢がある仕事というか、はい、ちなみにおいくらなんですか、言える範囲。L 範囲ですか、はい、93ですね。ナンバーワンの時はもうこの倍以上あったりとか、もう倍以上というかもう何倍、7倍とか、7倍は言い過ぎですよ、6倍とかそっち系ですよね、やっぱり、はい、おはようございます。お疲れです。うわ出た。いくら？400。うわいいね。うわワクワクするんですよね、あの量あったら。楽しみでしかないですよね、給料日が。じゃあ、行きます。はい。あ、どうも。まあ、とりあえず、先月の32万4千円。僕結構、この店で、付けするんですよ。さあさあ、ニーニー、エジチ。はい、もう始まりました。来月払う分がもう15万です。こっちです。この思い出は思い出の抜け道に入ります。歌舞伎のアンダーグラウンドな。ここガイズです。入ります。お疲れです。お疲れです。お疲れです。急っすよ。めちゃめちゃ急っすから。はい。そうなんですよ。個室なんですか。個室です。はい。ちゃんと。はい。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。うまっ、うまっ。 ありがとうございます。すいません。おー、ありがとうございます。あ、わかりました。うわ、めちゃめちゃうまそう。うわこれえぐいっすよ。うん、めちゃめちゃ美味しいです。去年に行った時は、はい、あのケーキが近くに行ってます。はいはい。今日はだからちょっと離れてたので。あ、いや、まあ、普通に。夏を楽しもうて、売上第1位、桜井直子人です。
給料もしかもナンバーも下がってたからちょっと気まずいなと思って。ちなみにあいまゼロさんは、まあ、結構若いじゃないですか。若いですね、フレッシュ。いやすごいですよ、マジですごいと思います。去年の今はナンバーさんがあっちの立場だったわけじゃない。まあまあそうですね、まあ、あのもらってましたもんね、やっぱりそのくらいは。俺ナンバーワン取ってた時こんな見え方してたんだとか、はい、こんな目線だったんだ、下の子、あのナンバーじゃ調子悪い人ってこういうモチベーションとか目線でナンバーワンのこと見てたんだっていうのが分かるなっていうのがあって、まあでも今本当に一番下がってるんで、もう本当にがむしゃらに頑張らないといけないし、立て直さないといけないなっていうのはありますけど、うん、こんな落ちたの初めてだなという、ホスト人生で初めてですね。で高校がバスケで行って、はい、もうほんと3年間男子クラスだったんで、はい、高校は、はい、スポーツ校だったんで。あ、そうなんですか。はい、ちなみに、高校九州学院っていう、この間甲子園も出てましたね。そうそうそう。高校、まあ、卒業して、あ、なんかバーの仕事してたんですよ僕。でその終わった後に僕先輩がホストの人がいて、でその人にホストやりなよって言われて、2ヶ月ぐらいでナンバーワン取ったんですよ。最高どんぐらいですか。1800ぐらいだったね、うん、でちょっと有名店で働いてみたいっていう役になって、最初落ちた時本当に俺ホストやめようかなみたいな、俺センスなかったんかなと思ったっすね。やっぱバーを経営しようかなって思ってたんですよ、まあ、結局は夜じゃないですか。でバーって単価もホストよりもやっぱ低いし、生活的に下がるは下がるじゃないですか、経営したとしても。その時はやめようかなっていう感じの考えがあったんですけど、今はもうないですね。あの女の子がちょっといなくなっちゃって切れちゃって、で売り上げもやっぱその分下がるじゃないですか。歴が長い子が多かったんで油断してたじゃないですけど、まあ大丈夫だろうっていう、その他店さんとかに行かないだろうとか取られないだろうっていう、その過信がダメだったんですねっていう。よいしょよいしょでサボっちゃってというか、なんかその頑張りが足りないっていうのはあります。僕痛感してます、絶対にそれだなっていう。はい、直人ですか。波がありますよね、あの水商売なんで。まあたまたまそのタイミングだったのかなって思うぐらいで、俺は何も心配してなかったなって気ですね、率直な意見は。すげえいいホストなんで、こいつは隣いいですか。いつもナオトさんにお世話になって。あ、そうなんですね。はい、なるほど。できた後輩です。できた後輩です。なるほど、はい、そうです。後輩の方々の給料はどうだったのかなっていうよりも、給料自体は、あ、100いった。100は、いった。ナオトさん、キラキラしてくださいもん。するわ。キラキラしてください。するわ。ちゃんと、また。I've been sitting here thinking about
マニアあ、大丈夫です。いやいや、それはもう大丈夫です。本当に、もうここは。あ、じゃあ、それ僕の僕の。いや、ダメです。大丈夫です。もうそれは。お願いします。わー白子だ。バカ野郎。バカ野郎だ、これは。乾杯。イエーイ。おいしい。うまいね。バカ野郎。いやね、ありがとうございます。ありがとうございます。階段来てください。危ないんで。ありがとうございます。急な世界。ありがとうございます。寂しいね。